北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さん、よろしくお願いします。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。ラツィオ対チェルシー。チェルシーがこの試合は 3-6-1 のシステムです。そうですね、 3-6-1 の場合、オフェンシブハーフ2枚がトップの1枚を追い越す動きやワイドに開く動きで相手ディフェンスをかき回す攻撃が有効ですよね、まあ、その分運動量も増えますけど、中盤に人数が多いので積極的に前へ行けますよね、はい、あとはやはりこのシステムの特徴でもあるワントップがポイントになってきますよね。なるほど。このシステムでのワントップの役割は具体的に何なのでしょうか。この場合トップの1人は常に前線で相手ディフェンスをかき回すことが大事になってきますよね、はい、まあ、そこでできたスペースにトゥーシャドウが突っ込んでいく形になりますね、うん、またサイドに振ってもいいですし、とにかくおとりになる動きが重要になってくるんでしょうね。なるほど。モラタ、ボール入りましたよ。さあ、ボールはスピリクエタへ。いい展開ですね。サイドのスペースへ走らせる。アスピリクエタからアザール。さあ、どこに出してくる。いけるか。ネルシーニョ、ギルーク狙ったボール、これ仕掛けるか。レナト・サンチェスからインモービレ、ふわっとしたボール、来た、飛び込んだ、来た、先制、ラツィオ、ラツィオここで先制。冷静にヘッドで、それもダイブで決めました。頭から飛び込んでね、簡単ではないシュートだと思うんですけどもね、しっかり決めてきましたね。さあ、ラツィオこの早い段階で先制しました。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。さあ、左へ預けて、左から上がっていきます。出ましたね。触らなかったか。アスピリクエタ、セスク、セスクから右へ、バカ横、モラタに渡る、届くか、このボール一気に前線へ、インモービレからボドルスキー、この柔らかいパス、危ない、打つか、ビダル、さあ、ボドルスキー、ネネからサイドのスペースへ、どうする、ゴールキックです。ラツィオ、これは奪い返します。サイドのスペースを使います。ルーズになる。レナト・サンチェスからスペースに出る。中はマイスイル、さあ上がる、赤横、アザールからモラタ、ロングフィードで狙う、あ、いい展開ですね。中に入れる、よくカバーしましたよ。ここでファールをもらいます。イエローカードです。
ちょっとルーズになる。カウンターを仕掛けていきます。アーチのようなパス、セスク、マルコス・アロンソ、このボールはつながりません。サイドを使う、ポドルスキ、今日ワンアシストです。サイドを縦に走らせます。この位置で受ける、うまいですね。こぼれてルーズボール、ポドルスキに渡る、フリーだ。さあどうだ、フリーで受ける、仕掛けるか、とルーズボール。ここで笛、前半が終わりました。前半終え1対0。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。ラツィオとしては攻守の切り替えが早かったですよね。チームのまとまりを感じた前半でしたよ。ラツィオ前半終わって1対0リードで折り返します。後半ゲームはスタートしています。ラツィオとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。さあここでカウンター、インモービレからポドルスキー、ポドルスキーからアーチのようなシュート、いやー、ここはボレーシュートの選択、タイミング読んでしっかりボールの芯を捉えた強烈なシュートでしたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。ラツィオ、モラタ、さあカウンタースピードを上げたいところ、かわした、少しルーズになる、ポドルスキからこのフィードパス、チャンスはインモービレ、スルーパスからチャンスを作りましたがものにすることができませんでした。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。とこれはこのセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。まあこの入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点でしょうね。この時間帯の1-0は非常にシビアですからね。できれば早い段階で決めに行けたら最高ですよね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ジェラール・ピケ、チェルシーがかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどね、その逆は失点や、どうだ、シュート、ナバブキンがここから狙っていきました。まあ積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。チェルシー、ここでベンチが動きます。下げてリズムを作るか、ヌゴロカンテ、ジエゴ、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。ラツィオとしては自分たちのやりたいサッカーは展開できてますよね。長いボールを送ります。インモービレからマメディウフ、緩いボール、
ここも堅い守りでボールを奪います。ラツィオ、インモービレがかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さんどうご覧になりますか？そうですね、積極的に裏へ飛び出す動きが彼のプレースタイルですから、そうやってチーム全体でマークの意識を持たないとまたさらに点を取られてしまいますからね。チェルシーとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ふわっと裏を狙う、この位置でボールを受けます。さあ右へ預けてクロスを上げる、アウトまで来た。インモービレ、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。前線出てくる人数が多いですよね。インモービレ、今のチャンスはものにすることができませんでした。通るのかこのパス。ねえねえ、流れを止めます。アザール、勝負か。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。シュート、チェルシー同点のチャンスでしたが決まりませんでした。大きなチャンスでしたね。ラツィオとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。ヌゴロカンテ、レナト・サンチェスからインモービレ、ナバブキ、ここで前を向けるか。ここで受けて中へのクロス、カット、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。アザールからジエゴコスタ、サイドのスペースを使います。いいボール入りますよ。抜けてくる、さあシュート、前線からプレッシャーかけたいところですよね。ラツィオとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。インモービレ、あと少し、今のは惜しいシーンでした。インモービレ奪います。ネルシーニ、レフリー試合終了のホイッスル、1対0、ラツィオ勝利です。接戦をものにしました。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか？ラツィオとしては点差だけで言うと全く余裕はなかったんですけども、ゴールした後から落ち着きが見られるようになりましたよね。そのまま後半を乗り切ったという感じでしょうね。